このうどん何で茹でたでしょう。いやいやのすと、もつと、レイ。はい、今回はですね、はい、結構前にやりましたこのお米何で炊いたでしょうクイズの第2弾でございます。はい、今回はうどんでございます。うどんうどんか、あらゆる液体でうどんを茹でました。まあ、前回はね、おちにまあね、ありましたけど、あったね、あったんですけど、はい、今ちょっとね、世の中的にそうだね、そうですね、あれなので、はい、まあ、全部ちゃんと飲み物で作りました。おー、嬉しい。それだけで嬉しい。今回はうどんということで、はい、全5問持ってきましたんで、はい、当てていこうと思います。はい、はい、罰ゲームは、まあ、この動画が上がってから1週間以内に、まあ、Twitter で、まあ、うどんの簡単レシピを、まあ、文章なり動画なりで作ってください。なるほどね。はい、というわけで今回はこのうどん何で茹でたでしょうクイズです。やっていきましょう。はい、怖くね、本当にわかんない。じゃあ行きますよ。第1問はこちらです。あー、臭い臭い臭い、ね、もう美味しいのがいい、はい、うわ、食べ覚えある。はい、はい、食べ覚えある。はい、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 いや、食べ覚えあるぞ。え、危ない。待って待って、ガチゲモの音。結構甘いよね。うわ、なんだなんだ。じゃあ、こっち。はい、なんか濃いっていうヒントだけでいきました。濃いめのカルピス。あー、でもそっち系なんだよね。いちごミルク。レイ、デカビタ。逆です。逆です。デカビタ。はいはいはい、はい、そんなことある。いや、俺は最近飲んだからデカビタ。なんか似てた似てた。正解は、はい、レッドブルです。あー、あー、そっちそっち。まあね、そうなんだよね。うわー、え、そうなの。うわー、これはレッドブルって分かったらレッドブルなんですよ。そうなんだよ。そう、めっちゃ悔しい。いや、当てれたな。第2問目はこちらです。この企画怖いんだよ。あ、これやばい。味わったら入っちゃう。いや、分かるぞ分かるぞ。味わったら入っちゃうやつだこれ。こんな飲み物飲まねえぞ。じゃあレイ、コカ・コーラのせ、白いサワー。え、あるあるある。え、あるやん。ある、ヨーグリーナ。おー、いやー、そっち系か。いや、薄かったんで味は。でもほのかになんかした気がする。確かに。やっぱ俺ら同じ系統だね。正解は、はい、午後の紅茶レモンティーです。もうわかんないわ、そうなったら。飲んだことない。え、いや、え、本当に。うん。第3問はこちらです。これわかりました。もう、はい、分かった。これ分かった。イエーイ、これ分かったぞ。イエーイ、オッケー。これ来たんじゃない。え、これ分かるよね。ちょっと分かる、分かる、分かる、分かる。じゃあレイ、ファンタグレープ。あ、一緒にしてみますか。はい、やっちゃった。ファンタグレープ。お、ぶどうカルピス。なんじゃそりゃ。そっち行ったんだ。ぶどうのカルピスあるじゃん。それじゃなかった。ぶどうではある。いや、ぶどうではあった。ぶどうではあるんだけど、ファンタグレープだったな。正解は、はい、ウェルチぶどうジュース。うわー、カルピス社。そうなん。うわー、くそー。え、ファンタグレープじゃないの。ファンタグレープかと思った。そこ難しいっすよね。炭酸がなくなっちゃうんで。うわー、ウェルチだったな。うわ、ぶどうジュース、ぶどうジュースにしとけばよかった。確かに。はい、第4問こちらです。もう一個あります。咀嚼したくない。目開けていいっすよ。じゃあ、のせ、カルピス。おぉ、もっち、これこそヨーグリーナ。レイ、ソルティライチ。おぉ、なんで。ライチあんな。迷った。正解はアクエリアスです。うわ、そうなんだ。うわ、そうじゃん。そうなんよ。うわ、そうだ、アクエリだ、アクエリだ。そうなんよ。うわ、なんか当てらんねえな、うん、世界一飲んでる飲み物だよね。アクエリアスが今まで。本当に悔しい。次、最終問題です。やばい、一問も当てれてないのがやだ。やばい、ゼロ。本当にやばい。最終問題はこちらです。あ、ごめん、わっか。これなんじゃないかな。もう全くわからないんだけど。なんか来ました。じゃあレイから。シシレモンのせ、ソルティライチ。
もっちめんつゆ。あー、なるほどね。なんか最後ぐらいそういうねやつをやるんじゃないかと。いや、これ衝撃ですよ。え？衝撃の結果です。え、何？衝撃の結果？おい、怖い怖い怖い。怖くないですけど、まあ、怖いかもしれない。自分の舌を疑った方がいいかもしれない。ま、正解は、はい、青汁です。えー、